まあ、その後1991年に湾岸戦争で、これも IT を使った、もう本当もうコンピューターゲームかと思いましたよね、この戦争を見た時。で、その後ソ連邦解体、まあ、これも民主化の情報ですよね。で、1999年に IT バブル、IT という情報の、バブルが起きました。で、風の時代が1回、グレートコンジャンクションですね、ので起きて、で、もう1回最後の、地の時代が2000年から来ました。で、この時にはアメリカの同時多発テロとか、IT バブル崩壊で、統一通貨ユーロ、リーマンショック、トランプ大統領で、トランプ大統領になって最後の、物質の取り合いっていうんですかね、米中貿易戦争、ドローンでね、もういつの間にかドローン1万円ぐらいで買えちゃうんですね。これも空から見た情報ですよね。で、この後、これも驚きました。サウジアラビアの石油施設が無人飛行機で、破壊されましたよね。で、昨年の5月には、トヨタ社長が、終身雇用を守るのは難しいっていう発言、まあ、働き方改革を見越して言ったのか、まあ、そんな感じですかね。で、先ほど言った2019年、グーグルが、スパコンで1万年かかる研鑽を量子コンピューターで200秒で実行した。あ、20分じゃないですね、200秒ですね。200秒で実行した。まあ、こんなニュースで、私は本当、こういう量子コンピューターがいろんなものを変えていくのかなっていう、まあ、人ごとのように思ってました。しかし、2019年12月、新型コロナウイルスですよね、が発生し、2000年、まあ、これも風に乗って、飛沫感染ですから、風に乗っている風を象徴してますよね。で、2020年から本格的な風の時代に入ったわけなんですが、コロナパンデミックによって一気に働き方の改革が起きています。まあ、うちの、長女も、在宅勤務が3月から続いて、もう2ヶ月以上在宅勤務が続いています。学校は休校ですよね。だから、まあ、今の話を聞いていただいても、地の時代から風の時代で、それを象徴するような事件や出来事があったということは、なんとなくお分かりいただけたと思います。ですから、冒頭にご紹介した星の専門家たちが、2020年は社会的な大変革が起こることが予想される、古い時代から受け継いでいる社会のルールや常識が覆されることが避けられない。もう、おそらくですけど、学校9月から、新入学っていう流れで、もほぼ決まってしまうんではないでしょうか。まあ、今年だけ、長い一学年になりますけれども、おそらく来年からは9月入学っていう流れになるんじゃないのかな。まあ、こういうルールが一気に変わってしまう年になるってことですよね。まあ、こんなことで、まあ、私は皆さんにもう一度、この星の話をご紹介して、これからに備えてほしいなと思って、こんなことを、ご紹介することになりました。火のエレメントの時に、野心や冒険心を、まあ、意味する、大航海時代、あと植民地、ヨーロッパ諸国による植民地化が起きていた。で、その次の地の時代には、まあ、戦争を繰り返して、物質の取り合いが起きていた。で、風の時代、一つ前の時には、まあ、情報とかで民主化とかが起きていた。バブル崩壊とかもそうで、IT バブルなんかも起きてた。まあ、そんな感じで、エレメントによって、時代が、時代の空気がなんとなく違うなってことはお分かりいただけたと思います。で、実際2020年から大改革の始まりの年って言われてるんですが、まあ、星の専門家たちが言っていたことは、2008年にまず1月、2008年に冥王星が山羊座に入ること、2017年に、土星が山羊座に入ること、まあ、両方とも山羊座ってことですよね。
で2019年の12月3日に木星がヤギ座に入ること、まあこれが大変革を起こすことになるよということを盛んに言ってらっしゃいました。まあここ一応これ、書きましたけど、木星射手座は人がよりよく生きるために、知恵が広がり理想の人生が見えてきた年、まあ働き方改革をしましょうって言って働き方改革法案とかっていうのができましたよね。でまあ実際それがどうなるのかななんていうふうに、まあ私は人事のように眺めていましたが、で木星がヤギ座に入る前には冥王星と土星によって古いものが壊され新しいものが発展する、これに続く木星ヤギ座は、理想から現実に引き戻される時期、まあそんな形のことが言われてました。木星っていうのが拡大発展、射手座からヤギ座、ヤギ座で、結果や成果が現れる、まあそうなんだな、まあ本当これ聞いてもふーんっていう感じだったんです。で2020年の木星ヤギ座は理想を現実に落とし込んでいける年になりますっていうところまで去年の暮れに、見てたんですけど、ふーんというものが、新型コロナウイルス、まあ本当風邪によってテレワーク、在宅勤務、時差出勤、遠隔授業など、まあ、強制的にその動きが出ました。もうびっくりです。で、一応2019年の暮れから2020年、5月13日までをちょっと振り返ってみたいと思います。12月18日に冥王星がヤギ座に入りました。ヤギ座の働きは着実に進めて成果を上げる、冥王星はヤギ座にふさわしくないものを排除していくっていう働きが起きるって言われてます。まあそれを前提で2020年がになりました。まあ働き方ということを意識して、見て、なんとなくイメージして聞いてみてください。で1月12日に土星と冥王星がコンジャンクションしました。ヤギ座ですね。これも冥王星は土星が作ってきた制限や限界を有無を言わさず根本的な変容を促します。まあそうしたら、その頃からですかね、中国で変なウイルスがなんか流行ってるみたいだぞぐらいのニュースが入り始めてきたのは。で、1月22日に、武漢が封鎖されております。で私は、1月の後半ぐらいから、エジプトに行きました。で2月15日から3月9日に彗星の逆行が起きてます。でこの彗星の逆行は不吉なことが起きる前触れって言われてます。まあまた何かうまくいかないことがあっても我慢しなきゃいけない時期とも言われています。で、この途中ですよね、2月の確か二十何日に静岡で、第一号感染者が出たというニュースが入りました。妻と一緒にテレビ、見てたんですけど、もう本当二人で顔を合わせました。第1号感染者はエジプトの でのナイル川クルーズ船で、感染をして帰ってきたって言ったんで、あと1週間遅かったらとかって言って、2人ともまあね、ほっとしたのを覚えてるんですけれども、まあ、でこの彗星の逆行なんですけど、この時期に、2つの星座に入っています。初めの3日までは魚座です。3日までの魚座は感情と想像を想像という、記号ですから、まあダイヤモンドプリンセス号 のニュースが毎日のように、ありましたので、これでだんだんこのウイルスちょっと怖いぞみたいな空気が伝染していきましたよね。で、3月から一斉休校に入ってます。で3月4日から9日までの彗星の逆行は水瓶座で起きてます。でこれ自由とか博愛ですので、まあ、それが逆行したわけですから自粛ムード、在宅勤務とかテレワーク、大きい会社なんかは一斉休校の後もうすぐに、在宅勤務とかってできるところは進んでましたよね。で、3月8日にヤギ座で土星と冥王星、木星、火星が集合してます。で3月22日に土星が水瓶座に入りました。
水上田土星は個性を生かしながら調和していくというテーマです。まあこの状況、自粛ムードのやつを、まあ自粛ムードとか在宅とかそういう類のものをね、ちゃんとやっていきましょうねっていうことですかね。でもこの後にやっとこの間に準備してて、この後に在宅が始まったっていうところも結構ありますよね。で、4月5日、木星と冥王星がコンジャンクションしてます。木星ヤギ座は理想から現実に引き戻される時期です。冥王星は木星の改革を強力に後押し、ただし冥王星の働きは極端なのでマイナスに触れることも、まああれですよね、働き方改革を本当に、強制的に進めさせる流れができてたんですかね。4月7日に緊急事態宣言が発表されました。で、まあ本当この状況をもう定着できるならさせたいわけですよね。本来だったら7月に、オリンピックがあったわけなんですけど、もう政府が頭抱えてたのは電車の混み方ですよね。でもうそれできれば この働き方を在宅とかも広げて、そういうのも電車の混み方なんかもね改善したいみたいな考え持ってたわけですから、まあそれが自然に起きてしまったわけですからね。まあ、実際これここに日本経済新聞があるんですけど、もう本当に何て言うんですか、この記事読むとね、これ一応読みますね。3月、中国武漢の工場から設備の保守作業の要請を受け、修理手順を説明する動画を顧客に送るなどして対応した半導体装置大手のディスコ。現地出張が当たり前だった作業で、費用と時間を節約できたことで、コロナが終わっても、続けることになりそうだ、と社長が言ったんですって。まあ、だから出張も今まではもう人間が行って、まあ、お金たくさん使って、飛行機代とか、使ってやってかなきゃいけなかったのが、動画で済んじゃった。これすごい節約ですよね。まあ、それともう一つ、これはイギリスなんですけど、在宅勤務が難しいとされてきた金融業界でも、A 金融大手バークレイズが、約8万8000人の従業員の2割しか出社しなくても業務をこなせている。CEO は言う、一つのビルに7000人を働かせる考え方は過去のものになるのかもしれない。コロナ危機は人の無駄な動きを気づかせる契機にもなった。従業員や顧客の安全確保という新たな制約にいち早く対応しながら生産性も高める。そんな企業がコロナ後の競争を制するはずだ。ですから、もしかしたらなんですけど、今一時的だと思われている人も多いんだと思うんですけど、新幹線なんか、まあ、見てる限りだと、平日なんか特にほとんどがサラリーマンの方の、まあ、出張なのかなんか分かんないですけど方ですよね。だからああいうのも在宅とかが進んだらなくなってくるので、もしかしたら新幹線がある程度空いてくれるのかもしれないですよね。リニアモーターカーなんかができちゃったらどうなっちゃうんですかね。まあ分かんないですけど、旅行ぐらいでしかもうああいうの使わない時代になっちゃうのかなって個人的には思っちゃったりするんですけどね。で、5月11日に土星逆行を開始しました。土星の逆行は変えようと思って進めてきたことや、すでに変えてきたことが滞ったり見直しが入ったりすることがある。まあ緊急事態宣言もゴールデンウィーク明けに解除できるかなって言ってたんですけど、結局まあそれができなかったですよね。